なぜ彼女は父を殺さなければならなかったのか。肘ヶ山環奈、取材したいと思ってるんだ。下手に手を出すと怪我するよ。動機はそちらで見つけてください。え、あの子はクセ者だよ。心が読めない。ここから出してください。お父さんも刺してなんかいません。なんで環奈さんを信じてあげないの。そんなこと言いましたっけ。私助けてよ。どういう状況で彼女パニックになったの。本当に人を好きになったことはあるかって質問の後。幸せを願う。ユキには分かってたんじゃない。あの子には自分に似てるところがある。ユキって呼ぶのはやめて。事件の真相は秘められた初恋の中に。悪いのはあなたじゃない。誰かに傷つけられたのかもしれないって。優しかった。初めて好きになった人でした。ファーストラブ、触れてはいけない、閉じ込めた愛の記憶。